今週の株式市場ですが、日経平均をテクニカル分析的に捉えると、そろそろ大きく動き出しそうなサインが出現しています。となると、いつ頃動き出しそうなのか、動き出す方向は上なのか下なのか、こういったところが気になるところではあります。では、どんなところに注目したら良いのか、本編の動画で皆さんと一緒に考えていきたいと思います。皆さん、こんにちは。 楽天証券経済研究所の土下です。この動画ではテクニカル分析の視点で足元の相場の動きですとか今後の状況、こういったところをですね、皆さんと一緒に見ていってます。引き続きですね、この動画ご覧いただきまして、もし気に入っていただけるようでしたら、いいね、もしくはチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。それでは早速始めていきたいと思います。 早速なんですけれども、先週の日経平均の振り返りからしていきたいと思います。先週末ですね、6月の14日、この日の日経平均の割値が38,814円というところで、前の週の割値と比べると131円ほど上昇した形になっています。 一応、週足ベースではですね、2週連続の上昇というところなんですけども、チャートご覧いただいてもお分かりの通り、どちらかというとですね、日経金の相場の動き、まあ、方向感に欠けてるなぁと印象が強まっている形になっています。 ですので、この2週連続で上昇といってもですね、上げ幅の合計がですね、300円ちょっとといったところでもありますし、引き続きですね、この青い線の25日移動平均線、あと緑の線の75日移動平均線、この2本の移動平均線をですね、意識したような形で株価が上に行ったり下に行ったりといった形を繰り返しているような形になっています。 で、ゲのマック d もですね、0円ライン。こちらを挟んで、赤い線のマック d と青い線のシグナルがですね、ほぼ横ばいの状況で推移しているというところで、こちらもですね、トレンドに方向感出てないなというところで、まあ2週連続で上昇したという割にはですね、もしくはあと先週なんですけれども、アメリカの FOMC ですとか、あとは日銀の金融政策決定会合、注目のですね、日米で金融政策イベントがあったんですけども、こういった株価が動き出しそうな材料があった中でもですね、 効果にかけるといった展開でした。でですね、もう一つ、ここ最近の動画でチェックしている項目なんですけれども、75日移動平均線の傾きですね、先週末時点のちょうど75営業日前というのが、まあ、2月の27日というところで、この日の割値が39,239円というところで、直近のですね、先週末と比べると、 この2月のこの時の価格と比べると、まあ、下がっているというところで、微妙ではあるんですが、75日同平均線の傾きがですね、下向きをこう向き始めたという形になっています。この後もですね、株価こう上がっている局面ありますので、ここから加わる株価と比べて、当時と比べて安ければですね、75日同平均線が下を向き続けるといった形になります。で、まあこの75日線と株価のですね、このランデブーといいますか、この推移というのが2ヶ月近く、 続いていますので、そろそろ株価が動き出してもおかしくないのかなといった状況でもあります。 で、続いてですね、トピックス、こちらも見ていきたいと思います。こちらはですね、前週末比で9ポイント安というところで、まあ、日経平均2週連続で上昇してるんですけども、トピックスは2週連続で下落してるというところです。ただですね、下値につきましては、75日同平均線がまあサポートとして、今年に入ってからですね、機能してるといったところありますので、ここ踏ん張れるのかどうかというところと、あと株価の値動き自体もですね、3月22日を頂点とした、この高値ですね、この3つの高値を起点 とした、まあ、いわゆるトリプルトップのネックライン。 あとはですね、この3月22日の高値を起点とした上値ライン。この2つのですね、ラインの中の範囲なり動いているという状況で、まあ、トピックスもですね、先週と比べてあまり状況自体は変わってないなというところです。ただですね、株価が下がって75日線のサポートといったところまで、まあ、水準下げてますんで、この75日線キープできるのか、仮に下回ったとしてもですね、この青い点線の上値ライン、ここでですね、下げ止まることができるのか、こういったところがポイントになってくるかと思われます。 でですね、これまで見てきたように、まあ、日本株につきましては、まあ、先ほどの繰り返しになるんですけども、日米の金融政策イベントがあった割にはですね、方向感にかける点開は続いたという形なんですけれども、じゃあその一方でですね、じゃその FOMC 開かれたアメリカの方はどうだったのか、こちらについてもですね、確認していきたいと思います。まずは S&P500 ですね。結論から言ってしまいますと、FOMC 後のですね、まあ、S&P500、まあ、上昇しまして、6月の12日にですね、5447ポイント、取引時間中の高値を つけていってで、週末の終わりにもですね、この水準を超えていると、この5400ポイントを上回る状況で終えているという形になってますんで、こちらはですね、最高値更新して株価がですね、上方向に動いてたというところで、ここら辺がですね、この日本株とちょっと違う一面を覗かせているのかなというふうに思われます。でですね、チャートの動き、このような形でですね、ちょっとこう、保ち合いと言いますか、レンジをですね、こう、形成しつつあったんですけれども、この、 上値のラインですね。こう抵抗となっていたのが FOMC を経て一段高になってきたと。で、この後株価がですね、仮に下がったとしても、この上値の線がですね、まあ、サポートとして機能するんあれば、これまでの抵抗からサポートとしてこの線の役割が変わるといったところありますので、再び株価が上げていくといったシナリオも描けていけるのかなという,うに思いますあ。またですね、この移動平均線。 25日戦と50日移動平均戦。この両者ともですね、まあ右肩が続けているといったところもありますし、MacD もですね、上向きちょっと強みつつあるというところで、相場の目線はですね、ちょっと上方向なのかなといった印象になっています。続いてですね、ナスタックです。ナスタックもですね、FOMC 受けて一段高といったところは、S&P500 と変わらないというところです。 で、ここ直近のですね、ナスダックなんですけども、このように16,500ポイント、抵抗だったところが、まあ、上抜けていきましたと。で、途中ですね、株価下がる場面で、このローソク足の下ョン下髭ですね、ここがサポートになっていって、抵抗からサポートに役割を変えていったという形です。で、再び株価が上げていって、次は17,000ポイントですね。ここも抵抗だったところが上抜けていって、こう、下回ることなく、まあ、サポートとして機能したかどうか、ちょっと微妙ではあるんですけども、一応下回ることなく、反発していって上げていって、今度はですね、 虫を受けた先週ですね。この17、500ポイントここを超えてきたというところです。ですので、これ17、500ポイントここでですね。値固めしていって再び上げていけるかどうか、こういったところがですね。注目ポイントになっていきます。 このようにですね、ちょっとこの金融政策イベントを通過して、日米の株式市場の反応というのが、ちょっとこうバラバラだった印象ではあるんですけども、こういったところを踏まえてですね、今週のものは予定見ていきたいと思います。画面のですね、向かって左側が国内、右側が海外というところですね。まず国内の方見ていきたいと思います。週末にですね、全国の消費者物価指数というところでインフレ関連出てくるというところです。金融政策イベント終わったんですけれども、日銀がですね、国債の買い入れ減額、この方針は 決定したけども、じゃあどういうスケジュール感、規模感でやっていくのか、これ7月の会合で決めていくというふうに言ってきましたので、こういった国内のですね、景況感、まあ経済指標とかですね、企業業績を睨みながら、まあ、推移していくという展開の中で、一つですね、注目の材料が出てくるといった形です。 その他ですね、機械受注ですとか、あと貿易統計出てくる中で、トヨタの株主総会というのが、明日6月の18日には開かれるというところです。足元のこう自動車業界というのが、まあ、国内のですね、不正認証問題でですね、トヨタの株価なんかも、ちょっと下落基調を強めていた経緯ありますので、この株主総会でですね、まあ、その影響度はどれくらいあるのか。 はたまたですね、その問題にどう対処していくのか、まあ、こういったところをですね、温度が探る状況によっては、株価がですね、まこ、あ、打ちして戻していくといったことも考えられますので、注目の材料になってくるのかなというふうに思われます。 次ですね、向かって海外の方見ていきたいと思います。まあ、海外の方、まあ、特に米国株市場なんですけれども、19日の水曜日が休場というところで、アメリカ株市場が月下木金というところで、まあ、水曜日を挟んだ4営業日といった形になっています。まあ、そんな中でですね、小売り上げ高ですとか、高工業生産、あと住宅関連ですね、住宅着工件数ですとか、 あとは週末にはですね、PMI とか中古住宅販売、こういったところが出てきますので、引き続き経済指標になみながら、景況感と給油政策の思惑ですね、こういったところで株価が上下しやすい状況が続くのかなって思われます。 で、また中国に関して言いますと、本日17日に5月分のですね、経済指標がまとめて発表されるといったスケジュール感ありますので、引き続き経済指標を睨みながら株価のですね、温度感が変わってくるといった状況は、まあ、先週と変わらないのかなというふうに思われます。 でですね、先ほど申し上げたように、今、まあ、トヨタの株に相関でいったところありますので、一応ですね、参考までにトヨタの株価、こちらもチェックしていきたいと思います。やはり足元ですね、週末の株価というのが3116円というところで、このようにですね、下落基調をたどる中で200日同平均線、ここまでですね、株価が下がっていっているといったところあります。で下段の MacD も下向き基調を続けてますので、相場の目線は、まあ、どちらかというと下方向に意識が強いと。ただ、1年間のですね、英語機の中心線、 200日同平均線までですね、株価下げてますので、ここで反発できるのかどうか、こういったところが注目されてくるかなというふうに思われます。でですね、今後の相場の展開見ていきたいと思います。 で、日経平均をですね、こう、ボリンジャーバンドで捉えていきますと、こちらのチャート前回の動画でも紹介したんですけども、このボリンジャーバンドですね、このプラスの2シグマからマイナスの2シグマまで、5本のですね、線で構成されてるんですけども、このプラス2シグマとマイナス2シグマのですね、このバンドの幅っていうんですかね、ここが狭くなってるという、スクイーズと言われる状況になっています。こういうとこですね。で、このスクイーズというのは、この いわゆるこのボリンジャーバンドの幅というのは値動きの大きさを示していると。まあ、例えば、相場にですね、トレンドが発生しているとか、株価に大きな動きがあるときというのは、このバンドの幅が広がるという傾向があるんですけども、逆に相場が膠着感を強めたりですとか、その相場のトレンドに勢いがなくし始めたとき、こういうときにはですね、バンドの幅が狭くなってくるという傾向があるので、まあ、特にですね、このスクイーズ、バンドの幅が狭くなるというのは、市場のエネルギーが溜まっていってですね、その後の株価に大きく動きやすいと。 いうことが言われるサインとされてますので、まあ、より注目度が高い兆候になっていますで。実際なんですけども、今年の1月にですね、このようにやっぱバンドの幅が狭くなるスクイーズというのがこう出現しまして、その後ですね、上昇トレンドが発生していって、株価もですね、大きくこう水準を切り上げていったといった経緯がある形になっています。 で、この時のですね、バンドの幅っていうんですかね、このプラス西マからマイナス西マまでの幅っていうのが1425円だったんですけども、足元ですね、これが狭まる傾向をついてるというところで、ここ直近ですね、5月31日、5月末で1490円というところで、まあ、この時点でこの1月の時とまあほぼ近くなってきていると。 で、その翌週ですね、6月7日の週末には1248円まで狭まってきたと。で、さらに先週末ですね、1105円まで狭まってるというところで、かなりですね、このボリンジャーバンドの幅というのが絞り込まれてるなぁといった印象になってますので、となってくると、いつ相場が動き出してもおかしくないというところになっています。 ですので、こうなってくると、まあ今後のですね、気がかりなところ、まあ気になるところというのは、じゃあいつこれ株が動き出そうなのかっていうところと、じゃあ動き始めたとき、それが上方向なのか、下方向なのか、この2点がですね、気になるところだと思います。で、それでですね、この後で方向性ですとか、動き出しのタイミング、こういったところを探っていきたいなというふうに思います。 まずはですね、その、いつ頃動くのかなんですけども、現在ですね、目立ったサインとは出ていません。むしろサインが出てればですね、もうすでに相場動いちゃってるといったところありますので、じゃあその動き出す方向性というのが上方向なのか、下方向なのかといったところでいきますと、若干ですね、下方向の方が優先なのかなというふうに思われます。で、その根拠、二つほどあるんですけども、その一つがですね、国内の株式市場の需給になっていきます。 でちょうどご覧いただいているチャートというのが、最低算ですね。いわゆる先物取引と現物取引。こちらをですね、まあ、取引を組み合わせる、まあ、最低取引、まあ、理財を取っていく取引があるんですけども、そこにおけるですね、最低算と日経平均の動きを示したものになっていきます。で、最低改ざんというのは、先物売りと現物買い。この組み合わせの最低取引における、現物の買われている残高ですね、まだ。 そのポジションが決済されていない改ざん中。これがですね、このオレンジ色の棒グラフになっています。で、反対にですね、先物買い、現物売りという組み合わせでですね、まだ返済されていない現物売りのポジションがこの青い棒グラフになっているというところです。足元はですね、この最低改ざんと売り算比べていくと、改ざんの方が圧倒的にこう、強いという状況がついているという形です。 でですね、この最低算の動きと株価の影響の関係というのは、まあ、ちょっと複雑なところありまして、ちょっと信用算とは違う形にはなっているんですけども、ただですね、今回そういった難しい話は抜きにしてですね、この最低算、まあ、売り算と買い算の合計がですね、こう積み上がっている状況、こういったところからですね、ピークを超えて下がっていくと、このタイミングでですね、日経平均の動きを捉えていきますと、 この最低算がですね、減っていく局面というのが、ことごとくですね、株価が伸び悩んだりですとか、あと下げてる場面が非常に多いというところですで。直近もですね、4月の半ばにかけて株価急落する場面あったんですけども、この時もですね、3月末にかけて積み上がってきた最低算がですね、このように減っていく過程で株価が下げていってると。で、また足元ですね、再びこの最低算増やしてるというところありますので、特に先週というのはメジャー SQ があった。 週でもありますので、もしかするとですね、この最低算が減っていく中で株価がですね、まあ、なかなか上がらなかったと。まあ、先ほどアメリカは上がったのに日本株は上がらなかったと油断したと思うんですけども、こういったですね、日本株の上値の重たさの背景にはですね、こういった時給的な要因があるのかなというふうに思われます。ですので、まずはですね、今週の水曜日に発表される先週分のこの最低算がですね、まあ、どこまで減ったのか。 というところと、あとその後ですね、どういうペースで減っていくのか、といったところがですね、注目されてくるかと思います。やはりこう、急激に減っていくとですね、株価も下がりやすいといったことがありますので、もしくはですね、この減っていくペースが緩やかであればですね、こう、じりじりじりという形で、どちらかと,いうと上値が重たい中で、 株価がですね、推移していくといった展開もありますので、もしかすると、この膠着状態がまだしばらく続くかもしれませんし、まあ、どちらかというとですね、この最低算の整理によって、ちょっと下げ幅が大きくなる場面、こういったところがですね、タイミングによっては、こう、参見される場面というのが増えてくるのかなというふうに思われます。でですね、続いても需給の話なんですけども、続いてはですね、信用取引の改ざんと、まあ、日経平均の動きを示したものになっています。 で、今のところですね、信用の改ざんというのが、まあ、6月7日時点で4兆8260億円というところで、過去と比べてもですね、かなり高い水準に位置しているというところが読み取れるかと思います。当然ですね、この信用改ざんというのは、将来の株価が上がるだろうというふうに見越して取ったポジションではありますので、株価が上がってくれればいいんですけども、もしくはその下がってしまった場合、まあ、損失が出るというところで、売り返済。 ですので、将来の売り圧力になってくる可能性が出てくるというところです。ですので、この先ですね、日経均上がっていった場合にはですね、この積み上がっている信用解散がですね、戻り待ち売り、もしくは利益確定の売りという形で押されてですね、ちょっと上値を抑えるかもしれないといったところが、こういったチャートからもですね、可能性として起こり得るのかなというふうに思われます。 で、またですね、ちょっと注意したいのが、先ほどは改ざんだけの推移だったんですけども、じゃあ、売り算とのバランスはどうなのかというところで、この信用倍率ですね、改ざん割る売り算で示したものをこの棒グラフで示しています。で、前のところでですね、例えば信用改ざんが積み上がっている2006年2月の10日週ですね、この時6兆円ぐらいまで信用改ざん積み上がっている時あったんですけども、 その時ですね、実際信用バ率どうだったのかというと、実は改ざんも高い水準だったんですが、売り残も高い水準でですね、改ざん割る売り残で示される信用バ率スというのが3.76倍だったといった形です。ただ足元ですね、6.52倍というところで、現在は圧倒的に買いの方に偏っているというところです。当然ながら、信用の売り残というのは売り立てしてますので、当然株価が下がっていった時には利益出ますから、当然その買い返済というところで、信用売り残の積み上がりというのは将来のこう、 買いのですね、支える要因になってくるわけなんですけども、そう、買い用意が少ないと。売り算が少ないということは、将来の買い材料が少ないということになりますんで、その一方で買い算はものすごい水準で積み上がってるとなってくると、ちょっとですね、将来の売り圧力の方が強いとなってきますので、まあ、相場の方がですね、日経平金が例えば下落基調を強めたというタイミングでですね、さらにその下げを加速させてしまうかもしれないといった点には注意が必要かなという思います。 でですね、日経平均の株価の上値を重たくさせる要因の一つなんですけども、もう一つのですね、材料というのが、米国株式市場になっていきます。先ほどですね、FOMC 通過した S&P500 とナスダック、こちらは最高値更新してたといった話あったと思うんですけども、ちょっとですね、チャート見方を変えてくると、別の景色も見えてくるというところです。先週の動画でも紹介しました、日米の株価指数の比較です。昨年末を100として、現在までのパフォーマンスどうなんですかというのをですね、示したもの。 なんですけれども、まずですね、一つ言えるのは、引き続き、こう、半導体関連で構成されているソックス指数、これはもうぶっちぎり強いですよ、というところを読み取れるかと思います。で、続いてですね、グロス企業ですとか、まあ、大手のテック企業が多いナスダック、こちらがですね、トピックスと日経平にパフォーマンス的に上回ってきましたよ、というところです。で、次に S&P500 もですね、まあ、自総額が大きい銘柄の株価水移のまあ影響を受けやすいまあ指数なんですけども、こちらも順調に上がっていってますよ、と。 で、この3つのですね、ソックス指数、ナスダック、SIP500 というのは、このチャートの真ん中あたりにある4月のですね、株価急落の場面、この時よりも前につけたですね、高値というのを軒並み超えてきていると。ただですね、ニューヨークダウ、あとラッセル2000ですね、中小型株で構成される株価指数なんですけども、 こちらはですね、下向きになってて、ちょっとかなりこう、両者の間に開きが出ちゃってるなという状況になっています。つまりですね、アメリカ株市場、まあ、すごく強いような印象を受けるんですけれども、まあ、二極化しているといったところを押さえておいてください。 で、なんでかなんですけども、やはりですね、この金融政策イベントというのをこう通じてですね、当然今こう金融緩和の折り込みというのをしている段階です。で、利下げが見えてくるとですね、利下げ効果で景気内視は企業行政回復していって、次のですね、サイクル的には業績相場に行くんですけれども、ただ、この利下げによる効果よりもですね、この利下げの背景となっているインフレですとか、景気の悪化、 こちらの方の影響が業績に与えてですね、業績悪化するというところで、一部の銘柄はですね、逆業績相場に行ってしまうものも出てくるんじゃないかという状況にアメリカ株式市場がなっている可能性が高いというところですね。 なので、足元のアメリカ株市場というのは、大手のですね、テック企業ですとか、半導体関連企業ですとか、会社の規模、時価総額が大きくて、まあ、成長されるところに資金が集中しているというところで、ナスタックですとか、ソック指数まあ、こちらが引っ張られて上がっていってはいるんですけども、全体的にはですね、こう、下げている銘柄の方が増え始めているといった状況が読み取れるかと思います。ですので、そういったハイテク企業ですとか、あと時価総額が大きい銘柄、 こちらの株価がですね、伸び悩んでしまうような場面が出てきたりすると、相場全体として下げやすくなるんじゃないか、みたいなですね、見方もできる形になってくるかと思います。ですので、足元の米国株市場というのは、今後ですね、銘柄の選別が進みやすいというところを押さえておいてください。ですので、まあ、例えば今の金融政策の状況でも買える銘柄、まあ、いわゆる NVIDIA ですとか、まあ、業績が絶好調で強いところですね、あと Apple ですとか Microsoft、 こういうところはですね、会社の規模が大きい分、財務基盤も安定性があるというところですね。ある意味、ディフェンシブ的な要素でまあ買われている部分がありますので、今のこう金融政策でも買える銘柄。あとは、利下げによって買える銘柄。あとは、利下げは行われてもですね、景況感の悪化で売られてしまう銘柄みたいな形ですね。ちょっとこう選別が進んでいってしまうのかなというふうに思われます。 でちょっと具体的に見ていきたいと思うんですけども、まずアップルですね。こちらは上がってきた組というところですね。で、直近のアップルの決算自体はあまり良くはなかったんですけれども、先週ですね、こう WWDC というですね、要はこう、世界開発者会議というのを開きまして、アップルのですね、例えば AI に関する取り組みですとか、今後のですね、製品発表のスケジュール感ですとか、まあ、こういった材料がいくつか出てきたんですけども、まあ、そういったのを交換して、株価が大きく上げていって、高値を更新していってるという状況になっている形になります。 なっていますで続いてですね、ブロードコム。こちらもですね、株価が上げていってる銘柄なんですけども、このブロードコムに関して言いますと、先週ですね、決算発表しまして、決算を受けて一段高しています。で、先週の12日に決算発表したんですけども、売上高予想上回りましたと。で、利益はですね、予想下回ってしまいましたというところで、ちょっと出てきた数字、微妙ではあるんですね。 ただ、通期の業績見通しを情報修正したですとか、あとは7月15日にですね、1株を10株に株式分割しますよと、こういったところが交換されてですね、ちょっと足元の決算さえなかったかもしれないけども、この将来ですね、業績予想上振れてきたよといったところが交換されて上がってきたという形になっています。 で、続いてですね、景況下の悪化というところが警戒されて株価が上がっていたいセクター、こちらも見ていきたいと思います。まずはですね、フェデックスです。物流大手企業なんですけども、当然ですね、経済活動が活発化すれば、物、人、金、こういった流れがですね、やっぱ当然こう、流れる量が増えてくるというところで、その物の部分になっている会社ですよね。じゃあこのフェデックスの株価どうなのかといったところを見ていきますと、やっぱ3月のですね、下旬に高値をつけていって、その後こう、下落基調をたどっていって、足元もですね、 株価が戻りきれてない。むしろこう低迷がついているといったところあります。こういったところからもですね、景気の先行きに対する警戒感の強さというのを感じ取れるのかなというふうに思われます。で次はですね、アファームという会社です。 こちらはですね、例えば e コマース、例えばネットでこうショッピングするとかそういった時の決済のシステムですね、こういうのを提供している会社なんですけども、こちらもですね、昨年の12月につけた高値、こちらをピークにですね、こうじりじりと下落基調を辿っているという形になっています。要は昨年のクリスマス商戦を受けてですね、高値を取っていって、その後ですね、このように伸び悩みを見せているという状況です。下段の真っ暗 D 見ましても、随分長い間ですね、こう水平移動に近いような状況がついていると。 言った形になっています。つまりですね、足元のですね、そのアメリカ株式の強さ、こういった側面だけ見ていってしまうと、実はその裏にあるですね、全体感の景況感の悪化、こういったところですね、こちらに対して、いざですね、それが、 表に出てきたときに、まあ、相場が荒れるというときについていけなくなってしまうっていうことが考えられますので、ちょっと景況感の悪さを織り込んで動いている動向もありますよというところをですね、ぜひとも押さえていただければなと思います。まあ、ですのでですね、まあ、しばらく日経平均というのは、今のチャートの状態からすると上方向に動くとですね、日経4万円なの回復ってことは十分、まあ、チャート的には考えられるんですけども、ただ先ほどのですね、国内の需給面ですとか、あとアメリカの景況感に対する株式市場のですね、銘柄の選別ですとか、 受け止め方今はですね、その経済指標の悪化が利下げ期待に結びついて上がる銘柄というのは存在しているんですけども、経済指標の悪化がですね、金利の低下よりもですね、ネガティブされるような形に受け止め方変わってくるとですね、まあ、一旦株式市場を調整する可能性がありますので、そういった可能性が近づいているかもしれないというところをですね、念頭に置いて取引に臨む必要があるのかなというふうに思われます。解説は以上になります。 また来週もですね、こんな感じでやっていきたいと思いますので、ぜひともご覧いただければと思います。あとまたですね、楽天証券の投資情報サイト、投資ルでもテクニカルフーリー火山というよう集字のレポートを毎週月曜日にアップしておりますので、そちらも合わせてお読みいただければと思います。それでは最後までご視聴いただきまして、ありがとうございました。